もうその話せえへん、もうやめます。はい、考えてたこと話さない、今思ってること話そうと思ってます。はい、ということで今思ってることはあれ、超えたんですよ。超えた、超えることはないと思ってて、おかしい。あれ20歳かな、20歳の時が人生のピークって分かる、最も幸せで最も楽しい時、あの時の瞬間を超えることはないと思ってね、人生でな。その時お母ちゃんラクロスというスポーツをやっていました。ラクロス知ってる人います？あんまりいないわ。知ってる、あの棒の先に網がちょこんと ついてる可愛らしいスポーツ、それを大学から初めて、そして一生懸命やっていました。そこでチームで関西リーグを突破、そして全国大会に行き、クラブチーム、社会人チームを倒して準決勝、全国大会の準決勝、会場はたくさん見てる、あの住之江っていうとこかな、ものすごいお客さんがたくさん見てて、そのとこ、その場所でおかちゃんプレーしました。その時がものすごく輝いていて、その瞬間を超えることはないと思ってた。でその試合負けました、7対7で負けました、負けたんです。でもじゃない、負けておかちゃん泣いた。その時流した涙が初めてやった。こんな涙、いや泣くことなかった、いじめられて泣いたことあった、殴られて痛いやん、殴られたら痛いから勝手に涙が出ます、そういう涙たくさんあった。でも殴られてもいないのに、バカにされてもいないのに涙が出ることなんてこれまで一度たりともなかった。でもその時は泣いたんです。それは試合に負けたことが悔しかったんじゃないねん、試合に負けて悔しいからええんええんで泣いたんじゃないねん、それなんやろうと思って後で分かったのが、あれやな、もうこのメンバーと一緒に毎日練習することができないんちゃうかっていうことで、それで泣いたよ。最高のチームやったから、先輩がな、この試合が終わったらもう練習終わりやねん、練習終わりってことは引退やねん、バイバイやねん、このメンバーとできへんねん、もちろん下級生はいる、でも先輩とこのチームでやることはもうないねん、それがどうしても悔しくて、悔しいというか悲しかった、寂しかった、だから泣いたい。負けることじゃない、負けることで泣いたんじゃなくて、そのメンバーともう一緒にできない、このメンバーと一緒にラクロスができない、走れない、汗かいて喧嘩して、そして目標に向かって一生懸命やる、それができないっていうことに泣いたんよ。こんな涙っておかち、もう流すことはないなと思って、二度と、これからの人生22やで、22歳やから人生をピークって分かる、ピークって分かる、ね、あの上り坂を登って、もうこれ22歳ここやったら、あともう全部下っていくだけなんちゃうかと思ったんですよ。これ絶望じゃない、22歳が人生が一番楽しくて、そこから毎日毎日社会人になって大人になって、やりたくない仕事がやって、や命令されて指示されて、そんなやってたら全然なんか年齢がいけばいくほど楽しくなくなっちゃうんかちゃうかと思ってて、で最初はそうやった、お母ちゃん前言ったやん、長いな、分かってる、もう終わるよ本当にこれ思ってたんだけど、今日は、いや今日じゃない、今年です、今年1年間、これもちろん会社を辞めてからこれ上がっていってたんだけど、上に上がっていったんだけど、この22歳を超えることはなかったんです。でも今年1年はこれ超えました、超えたんです。超えたって意味わかる？楽しかったってこと、簡単に言うと、言葉にすると、日本語で言うとしたくないけど楽しかった、簡単やん。この22歳の時の喜び、興奮、ワクワクを超えることがないと思ってたけど、今年1年間超えました。それは本当にみんなのおかげです。みんなが本気でやってたからね。そう、おかち、なんで今年こんだけ楽しかったんやなと思って、それ分かったんよ。それな、物語分かる？みんなのバスケットボールには物語があったんよ。物語、意味分かるかな？物語を感じてたからワクワクすんねん。そうやろ、映画行ってな、いろんな映画とかあるやん、あれは物語にワクワクして感動して腹立って、そういう物語に自分も共感するから楽しいわけやんな。君たち一人一人の物語にお価値は感動した、それだけです。はい、物語って何なのかっていうのは簡単やん。主人公がいてプラス変化です。意味わかる？主人公が変わったら物語になんねん。そうやろ、ちょっと鬼滅の刃分からへん、鬼滅の刃はあんま分からへんから言われへんけど、なんだろう、炭治郎が禰豆子を救うってことやんな。禰豆子がなんかこう大変になって、それを救う、変化するっていうことで物語になってるわけやろ。そうやろ、で君たちもそうやねん、物語があるの、これ全員、ここにいる全員物語があったんよ、この1年間。そう、ユーゴもカイトもリュウセイも、そしてカズマもリュウスケもアイブもみんな物語があって変化してんねん。
そうやろ、さっきも言ってたやん、コウスケ、あ、コウタ、コウタとタクシー、あ、ちゃうわ、ソウシとタクシーか、ずっと喧嘩してたと、ずっと昔喧嘩してたけど仲直りして仲良くなって今は同じチームやろ。そういうことであって、おかちめちゃめちゃ今日感動したのはコウタとコウスケのパスです。最後の試合どっちがパスしたっけ、あなた、あなたが、あなたに、コウスケがコウタにパスしたよね。まあ、あの瞬間すごい嬉しかった。1年生から知ってるから、この2人パスせえへんかって、全然、俺がシュート、俺がシュート、なんでお前がシュート打つねんってやってた。でも最後一番大事なシーンで、あなた、あなたにパスした、コウスケ、コウタにパスした、そうやろ。物語があんねん、できなかったことができなくなる変化があんねん、その物語を感じたから、おかちは今年めちゃめちゃ幸せやって。みんな一人一人物語を持ってんねん。物語っていうのは自分の人生の中で主人公ってことや。あなたが主人公、ケイト、あなたがあなたの人生の主人公、ハルキ、そうやね、あなたが主人公やねん、自分の人生の中では。その自分の人生をどう変化させるのか、それが物語なんだよ。それ変えるのはあなたしかいないねん。その物語をおかちは一緒に一番近い、こんな近いところに見させてもらったやん、ハヤトの物語もな、タクシーの物語も。それがおかちはめちゃくちゃ嬉しくて幸せやったね。今年は本当にこの22歳を超えたけど、でも来年も、来年もきっとこの6年生の背中を見てるから、4年生と5年生、そうだろ、カイトな、奥の兄弟、奥のと池本見てるやん、池本くんな、6年生の背中を見てきたわけやん。和歌山と岩手の戦い、そのもの、そこに物語があるわけなんよ。で、物語を作るのはカズマ、そして宗師、あなたなんよ。あなたしかいないねん、自分の人生の物語、変化を起こすのは。どう変化するのか、それはもう簡単や。これもラスト、あと30秒ぐらい、はい。どうやったら変化するのって簡単やん、これしかないよね。はい、もうこれしかないです、もう本気、もうこれしかないね。本気でやるなら変化せえへん、まあ、待ってても変化せえへん。僕変わるかな、変わらへん、一歩も進んでない、変わるわけない、これしかないね、ほんまにシンプルに。おかち、あの、自分の本を出版しました。本を出版するために1万5000冊本を読みました。その1万5000冊本読んだけど、結局書いてるのはこれです、本気でやろうって、これしか書いてない、どの本も。一番最後はあなたが行動しないと人生は変わりませんよしか書いてない。いっぱい書いてんねん、250ページいっぱい書いてんねんけど、最後はこの本を読むだけではダメです、結局あなたが行動しないと人生は変わらないですよ。そういうことやねん、太田くん、あなたが自分の物語で、あなたが主人公となって、次の6年生をどう変化させるのか、それはあなたが本気でするかどうか、それしかないねん。おかっちはそう思ってるし、で別に君たちが本気でやるかどうか別にどっちでもいい、おかっちはやるから。おかっち適当に、あ、おかっち、あの、本気でやらないっていうのやめて、もう本気でやる、やる、本気でできないことはもうやめる、で本気でやりたいことは本気でやる、それしかないなと思って。だから君たちは本気でやるかどうかは知らない、でもおかっちは本気でやる、本気でやるから面白いって信じているから。それはバスケ教室だけじゃなくて、これからの人生すべて、自分がやるって決めたこと、自分が好きなこと、やりたいことはおかっちは本気でやるって決めたから、おかっちは本気でやる、本気でやるから面白いと思ってるから本気でやる、はい、そんな感じです。なので最後に一言だけメッセージを言うとすれば、一応メッセージを伝える場所だからね、言うとすれば、全力、全部、何事も本気でやれ、何事もということは言いません。おかちできへんねん、関東全部本気ですることできへんねんな、全部本気でするの難しい。でもいいですか、自分がやりたいこと、自分が好きなことで、自分で決めたこと、自分と約束してるやん、今日ある、今日やる、これやる、明日やるって、自分で決めたことだけは本気でやろう、自分で決めたことだけは。本気でやらんかったら楽やね、でも本気でやらんかったら楽や、楽で傷つかへん、でも楽しくない、楽と楽しいと違うね、わかる、楽やね、本気でやらんかったら楽、でも本当の楽しさは本気でしやる、やることでしか生まれへんで、おかちは信じているから、おかちはそういう風にやりたいと思います。で、おかちは君たちが、これからゆうすけも、みんながゆうともね、自分がやるって決めたことを本気でやって、自分らしく生きていくことを心の底から応援しています。